まあとにかく商売を盛んにすると、やっぱり経済の当たり前の原則なんです。まず国民総生産というのがあるんですわ。これは何かと言いますと、いわゆるラーメン屋の親父だったら、もやしを買って、麺を買って、醤油を買って、その売り上げ原価に、まあ本当に儲からんですけど、そこに粗利益を加えて、で、それがラーメン1杯600円になって、その粗利益を全部足したやつを売り上げ、GDP というんです、これは。特にこの暮れにかけて、ものすごいまた景気悪い。こんな時にね、のうのうとね、自分らええ暮らしとって増税をするなんてとんでもない話ですよ、これ。まあ、そういうことで、スタートするということでございます。河村さんという、河村さんのまた率いる、県勢、日本の皆様方と一緒になって、さらに大きな戦う集団を作り上げることができました。文明の反逆を受けているこの地球、この世界を、この日本が、それを救っていける強力な日本を作るために、私どもは下の栗の戦いをやりますが、粉骨砕身といいますが、この老いぼれ全力をかけて、幹事長という立場で頑張っていきますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。